どうも、ゆんじこまんです。今回もワンピースやっていくんですけど、今回ね、アンリミテッド入る前に、最後にやっといた方がいいことありますかって聞いたら、コメント欄で、空島弁当と、愛情弁当が作りやすいから、これ作った方がいいよって言われて、さ、これ見て、6個分、そしてこれ5個分、集めてきたんですよ。これ見て。すごい釣ってきたでしょ。これでもね、全然時間かかんないの。もう音楽聴きながらとか、YouTube 見ながらとか、漫画見ながら、普通に竿振ってたら、全然釣れる量なの。あ、そうだ。もしね、これ、見てる方で、チャンネル登録まだの方はね、ぜひお願いします。これ、いつも言うの忘れるからね。今のうち言っておかないと。いや、作っていこうかな。さ、これ6作ります、これ。いや、来たね。2種の空、空海料理、空魚料理をおかずに入れた、豪華でスタミナたっぷりの弁当。いや、これめっちゃ上がるよね。これでも、HP がフランキーとかは上がりやすいから、スタミナとかもちゃんと見てから決めないとって感じですね。もう3時いいんじゃないかな。ルフィ。まあでもやっぱ使うキャラをしっかり入れていきたい。フランキーも使う。で、チョッパーも使うでしょ。まあ積極的に使うキャラ、ウソップ。で、ナミさんもいいんじゃないかな。結構使うし。オッケー。で、これを、あれ?ゴールデン果実が足んねえわ。待ってみんな、5個分だから、ゴールデン果実2個だけ取ってくるわ。みんな取ってきたね。さあ、5個。さあ、急いで作ります。実はね、今、火曜日の夜なんですよね。今、チェーンソーマンのオープニングの間に撮ってるね。リアタイでチェーンソーマン見てるから。あ、これ、このキャラたちあれだね。一回入れたことあるキャラだ、多分。だから、あんま上がんなくなってる。さあ、愛妻弁当だから、もう、ナミさん、ロビンちゃん当てるのは当たり前で。まあ、フランキーあげて、まあ、ルフィ、チョッパーかなー、これは。オッケーと。で、これ、あと作るもんあるかな?さあ、これ、もうこれでアンリミテッド行こうと思うね。これをもうハードのラストにして。じゃあ、フランキー入れてあげて、あと誰にしよう?ブルックかな?オッケー。全部使い切っちゃうか。で、これ、ゾロを上げつつの、ルフィかな?さあ、オッケー。もう全部作り切ったね。あとね、もう一個。やばいやばい、オープニング終わっちゃう。やばい。急げ。調合じゃない。そう、開発の、これかな?これで釣り上げれるから、まあ、1しかないけど、まあ、1個分釣り強化できるから、これで、OK、これで釣りを1強化と。これ何個まで強化すればいいんかな?何段階まで。まあ、こんな感じかな。ということで、ちょっと今日はこれで寝ます。寝ますじゃないわ。チェーンソーマン見ます。じゃあ寝ばよい。いや、ちょっと楽しすぎてめっちゃ孵化しちゃった。見て。57個集めてきたね。ということで、これ19個作れます。多分後半1になっちゃうけど、もう、やけくそで、とりあえず、いっぱい拾ってきたね。さあ、みんな1回ずつ。え、まだ全然上がるじゃん。もう一周いける?わー、ちょっとずつ1になってきた。じゃあ、最後は、チョッパにするか。待って、チョッパ797やって。え、なにこれ?パワーリフト、ちゃぶ台返しの要領で投げる。ちゃぶ台返し、さっき、アンリミテッドアドベンチャーであったよね。こいつの笑顔が、何よりの宝ってことだ。なあ?ぎゅー。あら、顔に似合わず。なかなかのロマンチストね。そうそう。顔に似合わずって顔のこと言うな。どっから出したチャブ台。いいね。用意周到な雰囲気。え、あの時の伏線回収かまさかの。まあ空中 A は多分ストロングハンマーの方が強いんだろうけどね。いやちょっとね、これで明日っていうかもう日付回っちゃってるけど、これで心置きなくいけるんじゃないかな。アンリミテッドに。まあ、倉庫の中のものもほとんど使ったんじゃないかな。うん。使えそうなもんもうないしね。寝て起きたらまたアンリミテッドやっていこうと思います。どうも、ユニコーンです。さあ、来たね。やっと、これでアンリミテッド行こうと思います。これまでのデータ引き継いだ状態で難易度の選択を、新しい冒険を始めます。いいよ。うわー、アンリミテッド行くか。お、HP と技のレベルの上限が上がりました。技ね、多分30まであんのかな。25レベルにならないと解放されないスキルとかはあったね。この辺のストーリーは飛ばしていくか。いや、結構やり残したこと多くて、ここまで来るのにめっちゃ時間かかったわ。全員3人声走れ。昨日やってた動画とかは全部上げたんだけど、あ、実はね、今日めっちゃレベル上げたんですよ。見てもらったら分かるより、もうルフィの HP すごいじゃん。まあ、これはね、保存食を集めて、340個保存食集めてるんですけど、まあ、それに関しての動画はね、YouTube のショートで今、多分もう上がってるから、ぜひそれ見てくださいってことで。まあ、もっと詳しく知りたい方はね、ツイッター見てもらえれば、ツイッターとかで、何ですか、リアルタイムでツイッターは更新できるから、っていうツイッターの宣伝ね。そう、ツイッター来てくれたら、そう、心境状況とかわかるから、ぜひ来てねっていう、お誘い
さあすごいね、 HP めっちゃ高くない？さあこれマジで頑張った、てか楽しかったんだよね、あのチーズ集めるの。さあ意外とね、ここでパシフィスタ来んのか。さあちょっとこれは2年後のルフィみたいな感じだね強くなったルフィでどこまでできるか。さあちょっとうざいなあいつ、え硬っ、このこいつらは硬くね、いって、結構硬いわけね。2年後ルフィの登場と、2年後ルフィはねパシフィスタ一発で倒せるもんね。いやーちょっと待って、硬いな意外と。あてかどんぐらい上げれるようになったか見たいね。オッケー、え硬い、ガチ硬い、今までだったらもっと早く倒せてんのに。なるほど、てかバズーカ覚えたいね。バズーカもね、なんかなんだっけ、海賊弁当か、そうあれ今作で、今作っていうか早いうちに終わらせてきたいね。やべ全然第2形態入れない。あ来た、やっと来た、いやマジで硬いわこいつ。さあ何だこれ、草釜だったっけ。さあこのフルチャージの斧やばいからね、多分斧はそのあれだね、発生遅い代わりにめっちゃダメージがすごいみたいな、そんな感じだと思うんだよね多分。よっしゃやっと倒したね。いやめっちゃ硬くなってんな、アンリミテッドの敵片付いたわ。いや来たね。だね、ストーリーは全部飛ばすから、もしストーリー見たいって方はそのチャンネルのプレイリストから、なんかエピソード2のプレイリストあるから、そのパート1から見てもらえればわかるかな。ストーリーめっちゃいいんだよね。ストーリーはぜひ見てほしい、もし見たことない人いたら。あ俺の四種の神器たちじゃん。さあ海洋類を、いや出た、もうこれがないとやっていけないよね、ツルハシと。俺いちいち喋るのこれです思い出したわ。えどうしよう、早速ちょっと海洋類釣っちゃおうかな超気が早いやつみたいな。なんかね海洋類教えてもらったね、なんかメートルによって釣れるやつ変わるみたいな。あとそうウィリモコンのその振動オンにしてるとめっちゃ何釣りやすいみたいな教えてもらったから、ちょっと釣ってみようかな。まあ、振動あるとめっちゃやりやすいんだけど、やばいわこれ、すぐに触れるから、やばい、めっちゃ簡単かもしんない、振動ありにしちゃうと釣りがね。でこれ釣り毎日1匹釣ろうかな、海洋類。そしたらなんか結構レベル上がるんじゃない、あの毎日1回はあの金玉探しに行くみたいな感じで釣りもありにしたらだいぶ良くなるんじゃないかな。さあもうやばい、あっえこれ何だったっけ、大型かな、うわキモいやつだこれ。何がもらえるやつだったっけね、あこれか、海洋類のヒレか。あてかあれだね、何が入ってるだろう、あ復活の飛躍と、おこれ謎の部品、ノーマルの時になんか死ぬほどいっぱいあったんだけどもう一個だけになってたんだ、ハードで使い尽くしちゃったんだね、なんか感慨深い。さあクワガタだけ作ってちゃっちゃと最初の敵は倒していきますか。さすがに最初の敵から手こずることないんじゃないかな。なんか掃除機女部屋かなんかになかったっけ、ああるよね、そうそうそう確かここにあったんですよね。でこれでいこうか、あれ小麦粉屋だったっけ、あれないじゃん、片栗粉じゃないわ、なんだったっけ、いつもあるやつね、なくなってたね。さあうわーそっか、ここで敵出てくるんだよね、さすがに。うわーでもなんかちょっと強くなってんな、あのゴリラいるじゃん、ゴリラ、ちょっとゴリラがだるいけど、まあやっちゃいますか。さあ雑魚キャラはそんなかな、でもなんかもう HP 高くなったから雑魚キャラに手こずられる、もうそんな未来はもう見れないね。あそうロビン使うから雑魚キャラだし、見てさ、見てロビンもこんだけあるからね HP、 えすごいよね。ちなみにねフランキーはねあれです、カンストしてるんですよ2000、見るほらフランキー2000カンスト、まあこれから3000だからまた上限変わるんだけど、俺見て他のキャラもほとんど1500ぐらい、1500間近までみたいな。でチョッパーなんかもう見て ASP もう800近くあるんですよ。そうだからステータスもう全クリもできんじゃないかなって思うぐらいにはめっちゃ強くなってる。ちなみにそのあれだね、保存食の動画、明日保存食の動画タイトルにしようかなせっかくだしショートでもあげたけど、おまけ動画としてあげてタイトルは保存食みたいな保存食なんか伸びそうだけど伸びないのかな。さあでも保存食意外とあれめっちゃいいよね、30分だって全体全部のキャラのその HP が200、300ぐらい上がるんですよ。ってことはもう1時間やったら500ぐらい上がると。ルフィさん交代しましょうねやろ、あそうほらもう覚えちゃったからねブルックが何言うか。そうだからね、もう音楽聴きながらとか動画見ながら1時間やったらもう500上がるから、もう2時間やればもうそれであれだね完結よそれでもう完璧になるから、すごいいいねあれマジで普通に。あでも空島弁当とか愛妻弁当もめっちゃ良かった、だからあれを駆使したら割とすぐ完走できるんじゃないかなって思ってるけど、甘いかな。ナミ戦か、そうナミ様 HP えぐいね。でやっぱ日頃からこの
盗む、これをやっていくことが結構大事だね。保存食わざわざ取りに来んくてもさ、その毎日毎日こうやって盗んどけば、まあ、こいつ鉄なんだけどね、バルクワークスが保存食だから、まあ、こいつは鉄なんだけど、まあ、毎日毎日こうしていくことが大事みたいな。もう俺はね最適解を出すからね。ちょちょ、何してんの、なんでこんな急、こんな坂なのここだけ。なんでこんな坂なんだよ。じゃあもう、え、日頃からこうやってね、あ、こいつら何も出なかったっけ、なんか青リンゴ出たくない、全然落ちないじゃん。やば。あれかな、お、ガイモンいるな。なんかドロップしにくくなったとかあんのかな。ガイモンはね、金貨落とすから。オッケー。ちょ、ついてくんなよ。こっち来んじゃねえ。カマチョか、お前。そういえばさ、ここに回復できるお花みたいなのあったじゃん。あれってなくなったのかな？ハードもなかったよね、確か。ノーマルの時あったくない？うわ、ここでもで、いやー待って、だるすぎ。またクマか。普通に、え、うんちゃん、うん、ガチか。いや、普通にこんなん出てくるのはちょっとやばいな。さすがにやばい。これサンジ君で迎えつか。さあ、どっちが強いか、白黒つけようじゃないか。さあ、サンジ君こっちかな。いや、シシナビやっぱ強い。いや、パーティーテーブル久しぶり。アンリミテッドクルーズじゃない、アドベンチャーの時はね、あれだったんですよ。アンチマナーキックコースだったから。パーティーテーブルが懐かしい。お前がやるな、俺も回る。さあ、どっちが多く回ってるか勝負だね。さあ、シシナビからのパーティーテーブルと。完璧な。ちょ、邪魔な。お前、外野がうるせえな。外野がうるせえ。さあ。お、なんか落とすかな？ん？お、試練の入り口だって。なんかあったな。あれじゃね、ボスバトルじゃなかったっけ。待って、これ、ナミさんで盗みます。あ、そう、こいつら保存食だ。ラッキー。やっぱ保存食マジいいよね。なんか1回6ぐらい上がるのが嬉しいわ。普通に、有能すぎ。オッケー。いや、だいぶ骨の折れる作業だな、これ。しんどすぎ。いや、こういう感じで毎回バンバン出てくるんなら結構きついな。あ、待って、ここに人参あるんだ。あ、人参ってここにもあったんだ。なんか人参、あんまないイメージだったけど。なんか、追憶の島と、ここかな、だから人参があるのは。人参はね、あいつ作れるんですよ。待って、やめて。ここで超重要な魚釣れるんだけど、なんかスタミナがめっちゃ上がるやつがあるねんけど、それのね、素材に人参使えるから、人参を結構取っておきたいね。そう、こいつだね、こいつ。サラマンドラちゃん。いや、可愛いな、こいつ、ほんとに。こいつで作れるレシピが、これだね。これを積極的に作っていきたいね、俺は。あとはね、結構、多分、薬とか必要だから、こういう系、花の蜜系は結構しっかり取っていかないとって感じかな。多分薬どんだけあってもね、ほんと足りないと思うから、しっかり取っていこうかな。こいつらかな、こいつらだったっけな、俺が保存食に盗んでた相手。この辺のやつらから確か盗んでたんですよね。あ、こいつら2人ともだ。あ、でもここじゃなかったかな。あ、そこの2人だ。そこの二人全部保存食。なんか増えてるね、アンリミテッドになって。さあ、もっとなんか集めやすくなったんじゃないかな、保存食が。さあ、それ便利ですごくいいね。とりあえずオーブやっちゃおうかな。あるね。多分赤い花だった気がする。そうだね、サボテンだけ変わってないから。もう適当にポイント化してやっちゃうか。よっしゃ、オッケー、発動と。よっしゃ、来たね。久しぶりのボス戦だぜ。おい、じゃあぶち飛ばしますか。あ、そうか、キットだったね。ウロコダイルこの後か。いや、キットどうだろう、なんかハードは結構強くなってたからね、アンリミテッドもしかしたら意外と強いのかもしんない。ちょっとね、油断ならないね。薬とか一個もないからさ、まだ。俺よ、悪い野郎だぜ。かっこいいね。いや、ちょっと怖いな。いや、硬い。結構硬い。いやー、そうでもないか。そう、これ。アンリミテッドアドベンチで覚えたんだけど、マジでサイクロンテンポが最強ってことに気づいちゃったね、俺は。このサイクロンテンポパラダイス。やばい。うざいな、この攻撃。これ、うお、すごい、後ろに、あいつ大丈夫か？後ろに飛んでってたぞ。さあ、これ、跳ね返りでも効くからね、このブーメラン。いや、さすがに波だけで勝てるか。そうで、いや、でもさすがにやっぱな、あれだね。その薬ない判定だから、ちょっと弱めに作られてる可能性は全然ある。なんかね、これが強いらしい。これ。おお、すごい、全部食らってんじゃん。優しい。あ、やっぱ強い。めっちゃ、見てめっちゃ食らってる。さ、これ見て、ほら。シャーさ、麻痺まで入ってる。完璧じゃん。確かにこれ強いって言われてたもんね。
確かに強いわ。避けても無駄だよ。私の用法は外れない。外れました。うん、やばい、痛い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 、普通に痛い。さあちょっと一旦本物のカミラキに振らしといて。さあ意外と耐えるね。やるね。いやこれ必殺技めっちゃ打てんな。スタミナ増えすぎて、いや割とぬるげになっちゃってるかもしれないぞ。さあもう使えるもんは全部使っとくよ。こんな感じのスタンスでいきたいと思います。やばすぎ。うわーやられたか。ソップどうなってるかな。ソップな、本当にアドベンチャーめちゃくちゃ強かったからな。ソップの立ち回り、俺立ち回り力上がってるよ多分。痛い。嘘です、嘘説じゃないわ。さあ見してやるよお前ソップの力。ガチでアンリミテッドアドベンチャーのラスボスほぼウソップで完封したからね。ウソップとフランキーとロビンだけみたいな。さあただやっぱこいつ射程短いな。アトラスがやっぱ火力強いから強いね。さあアドベンチャーの時との違いやっぱあれかな、貯めれなかったもんね。アドベンチャー一回貯めたらもうコンボ終わるけど、このシリーズは全部貯めれるからマジで強い。うわマジで強いな、ウソップなんだこいつ。こいつバグだろ。あぶねえ。完璧と。いや、めっちゃ気持ちいい。やばい、パチンコ気持ちいいな。いや、ちょ、あぶねえ。なにこれ詰めてくる？あ、さすがに。なるほど。オッケー。これね、言われてたもんね。アトラスは弾けないけど、この最後の、この鉛星、これが弾いてくれるから、すごいボスにこの編成がいいって。前に教えてもらったんだよね。そめっちゃ強いこれ。アトラス全然当たんねえや。でもアトラスはね火力すごいからね。いやマジで強くないよソップ。ぬるゲーすぎる。さあちょっとアンリミテッドノーミスでいきたいけどね。さすがにそれ無理かな。あウソッチョ CA か。ウソッチョ使うか久しぶりに。やばあれかこれ発動前にラグあるから解除されることもあるんだね。いや、強え。お、これ2段階変形あんのもしかして。このキャラを、このアンリミテッドモードは。あ、でも、あれだね。さっきも使ってたくない？よかったっけ？おーっと、さ、ブルック久しぶりだな。アンリミテッドじゃお休みだったもんな。ブルックね、これが強いらしい。これがなんか、すごい早切りで強いらしい。なんか言われたね。動画じゃない、コメントで。いや、ウソップってこっちの方がいいな。この、ヨホホの方がいいね。ヨホホだこれ、ガボットウォンナマンまで繋げると。確かに、あれか、当てやすいのかな、ソップは。近距離最強なのかもしれない。いや、でも近距離最強はさすがに3時かな。わかんないけど。さあ、ウソップ、ブルック、上、下上、これか。突き下げだったっけ。さあ、避けていく。さあ、3段攻撃で終わらせるか。やばい。さあ、鼻歌山頂。あれ、あの打算中出なかった。さあ見てこの圧倒的タクティクス。さあお前やってみろよ。痛くも痒くもねえな。おい、おいおいおい。見ろこのパワーゲージ。おい、舐めてんじゃねえぞお前。そんな攻撃痛くない。いや、耐えるでこれ多分。ワンチャン耐える。お、耐えた。さあ、次はこっちの番だ。バーン！すごい、フランキーは相手の攻撃耐えるからね。フランキーの戦いのスタンス好きだね、原作の。しっかり肉弾戦みたいな感じがやっぱかっこいいよ、フランキー。よし。じゃあ一旦帰ろうかな、これで。特に料理も何も作れるもんないか。あ、ヒールドリンク作れんじゃん。作っとくか。結構薬草いるんだね、ヒールドリンクって。久しぶりに作るから分かったけど。スタミナもちゃんと作っといて、2個作れんのか。いや、まあ、クロコダイルぐらいならこの2個ぐらいって足りんじゃないかな。で、クワガタもね、やっぱクワガタマシいくらってもね、ほんと、いいからね。え？何みんな？なんでこんな集まってんの？なんでその満面の笑みな？え？どうじゃお前。なんかあったん？え、なんみんな。あ、そういうことね。みんな、ウキウキってことね。あー、なるほど。さあ、最後にカタツムリチャレンジだけしとくか。今日やってなかったしね。あー、中吉と。残念ながら中吉でした。さあ、こんな感じで今回終わろうかなーって思います。うん。じゃ、次回はクロコダイルですね。まあ、まだ大丈夫かな。まあ、ちょっとずつね、いろいろステータスも上げていきたいと思います。ということで、今回はこれで終わります。バイバイ。